こんにちは、速塾の久保です今回の気になる男シリーズ125話になりましたけども、え意味があるんですかっていう言葉から始まって、今回の動画をまとめていこうかと思います。さあ、皆さん何かね、行動した時に言われたことないですかそんなことをして何か意味はあるんですかと ?YouTube の動画を上げます。対して再生数も上がらないし、儲からないし、それから動画自体もあんまり面白くないって自分でも感じるんですよ。いやー、こんなことやっても意味あるのかなーと。 光るみたいな YouTuber になれるかなはじめ社長みたいな YouTuber になれるかないやいや、そこまでいかなくても、チャンネル登録2000人3000人ぐらいの YouTuber の駆け出しぐらいにはなれるかなと、しょげることもあると思います。そのしょげてるときに、そんなことやって意味あんのお金も稼げないのに、時間の無駄じゃないの確かにそういうこと言われますよね。いや、でもね、こういうふうに考えてもらいたいんですよ。いや、意味はなくても、そこには意思があるんだ。 トンチみたいいなな言い方でですすけども、これ非常に大事なんですよ。意味はなくても意思はある。そして意思が重なっていけば意味は残るじゃないですか。俺はこういうふうにやろうとしてやったんだ。やった結果こうだったんだ。ああだったんだ。そうだったんだっていうふうにどんどん意味は残っていくんですよ。前回言いましたけどもそれやって意味があるのって聞かれた時にやらないことに意味っていうのは全くないですよね。そしてやらないことには意思もないんですよ。 つまりは自分の限られた生命がどんどん削られていくのをぼーっと見てるだけです。でも何が正解かはわからないけどもとりあえずアクションを起こせばそこに足跡は爪跡は残るんですよ。何かをやろうとしたという意思は残るんですよ。そして振り返った時に YouTube 取り組んで結果ダメだったけども一生懸命やったなと気づきはあったなと視聴者さんが一人でもいたな。これ大きな 意意思が意味になった瞬間だと思いますよじゃあちょっと別の例を用いてお話しましょう。ゼロアクセスの更新つまり YouTube でゼロアクセスがずーっと続いた誰にも見られてない動画を何本作ってもずーっとゼロでした。これと似たような現象で野球の練習ね昔ライパチくんって言ってライトで打順が8番みたいな冴えないそんな少年が主人公になった漫画とかありましたけどもあの 打席に立ってもどんなボールも打てなくて三振ばっかりね三振ばっかりで全然打てないかすりもしないでもバッターボックスに立ち続けましたチームに貢献することができずに足ばっかり引っ張っています大体バッターボックスに立った時でも味方も敵もあいつはどうせ三振だろうというふうに感じます三振しますそしてそのバッターに対して三振した後にお前バッターボックスに立って意味あんの って言いいますすかかねね次は頑張れって言うんじゃないですか、ねうん、そして本人もそういった言葉に励まされて次を狙うんじゃないかなと思うんですよ。ね。動画を作ってかけられた言葉がそれ意味あんのこれはねいろんな挑戦を台無しにする魔法の言葉だと思います。しかも悪魔の言葉ですよね。似たような言葉で「どうせ無駄」っていうのがありますよね。このどどううううせせっっってていい言言葉葉と無無が重なったどうせ無駄 こういう言葉人にかけたことがあるんじゃないですかかけられたことがあるんじゃないですか自分で自分に対して思ったことがあるんじゃないですかそんなことを投げかけられて、そして誰かに投げて、なんかすごく気の毒な人生に行くと思うんですよ。似た言葉でこんなのもあります。それは無理っていうね。それは無理って何なんでしょうね。もうやる前から諦めさせるの言葉、もしくはやってる途中に腰を折る言葉ですよね。それに似た言葉で、 意味はないいっていうのもあるんですよこのですねどうせ無駄それは無理意味はないこの3つの三大やる気を行こさせない言葉人の挑戦心を吸う言葉世の中に溢れてませんかそしていつの間にか自分からそう思ってませんかいやどうせ無駄だろうとそれは俺には無理だろうとね意味はないんじゃないかなその繰り返しが 何もしなかった3年5年10年を人生の大半をね過ごさせてしまうってこともありますし確かに何かやったはずなんだ意味があったはずなんだというふうに片っぽでは思いたいがゆえにですよねでねどうせ無駄それは無理意味はないよって誰が誰に対して最も言うかっていうと実はね家族が家族に対してこの言葉をかけるんですよ。 だから足を引っっ張るる存在って、いいつも一緒にいる家族なんですよね。しかもこの家族ってこの「気になる男」シリーズでも申し上げましたけども稼いでるお父さんに対してもしくは稼ごうとしてるお父さんに対して消費しかしない稼ぐことなんて全然考えもしないような家族が稼いでる人もしくは稼ごうとしてる人に対してなぜかね邪魔をするんですよだから家族の存在って最も邪魔な存在なんですよね、まあ、できれば本当にビジネスやりたいんだったら家族は持たない方がいいですね もちろん家族がね支えになったりとか癒しになるんだったら持った方がいいんですけどもどちらかというと邪魔ばっかりするでしょ時間的にも意識的にも金銭的にも邪魔するんですよだからね行く方向が相反してるわけなんですよだからはっきりと家族は敵だというような意識を持たないといけないと思います家族が自分に対して何かをやってくれるんだなかろうかとかね家族も自分の大変さを分かってくれるんだろうか分かってくれるんではなかろうかっていうふうな期待した瞬間に絶望が始まりますよね 家族なんてどうぞ分かりやしねえと。こいつらは俺が金運んできたら感謝もせずにそれが少ないだろうね。何だろうって言うだけなんだと。で、新しい可能性を求めて新しい挑戦したらそれ意味あんのねお前の存在が意味がねえよって言ってやればいいんじゃないですかね。<laughs> お前のおかげで意味がないばかりが無益なばかりが有害になってるよみたいなね。<laughs> そんなとこじゃないかなと思いますね。 そしてだんだん動画の今回の動画まとめに入っていきますけどもあのやってみなきゃわからないって言葉って多分あると思うんですよ聞いたことあるでしょでもこれねやってみなきゃわかんないって言葉の意味をわかってる人わかってない人ってどういうふうな行動に出るかっていうとやってみなきゃわからないってことがわかってる人はやってみるんですよだってやってみなきゃわかんないからでもやってみなきゃわかんないって言葉の意味が理解できない人っていうのはやらないんですよ、ね、やってみなきゃわかんないからやらないんですよ だからずっと分からないんですよ。分からないままそのままいっちゃうんですよね。でもやってみなきゃ分かんないって分かってる人はやってみるじゃないですか。やってみないと分かんないから。どんなことも放置しといて問題が解決されるってことないんですよね。分からないからやめちゃったじゃなくて、分からないから分かるまでやるしかないです。できないからやらないんじゃなくて、できないからできるまでやるんですよ。ここに大きな差ができてきます。で、これからね、 あのいろんな選択は私たちの目の前にはきますけどももう選択なんて1秒あれば十分なんですよ結局最良の選択をしても結果は分からないんですよねこっちの方が高い確率で成功するだろうと思っても高い確率で選んだことでそうならないから今に来てるわけですよなるべくベストの選択をしたつもりで今日まで生きてきてるけども選ばなかったことの中に正解があることの方が多いわけなんですよねその一つが こんんんななな家族を作っっっててしまったって思思うう人もいいるんじゃないかなと思うんですよもう私も家族を目の敵にしてるわけじゃないんですけどもでも冷静にねこれでよかったんだろうかと思うことと例えば家族に関しましてはできてしまった家族なんでじゃあこのメンバーでねより幸せになる方法楽しく憎しみ合わない方法を選ぶとしたら何があるだろうかって言ったら何が正解かは分からないけどみんなでやってみるしかないんですよ。やらないやつは足を引っ張っ張てるだけしかも そんなこととややっっっててて意味あんのららないこころから語ってくるわけですよね。まあ、こういうのが敵になるわけですよ。こういう人ではね早く縁を切った方がいいかなと思います。家族が最も敵になるとしたら自分の活動もしくは社会に液をもたらそうとしている人の足を引っ張るのはいつもいる家族ってことになるわけですよね。いやーなんかひどい話をしてるような気がしますけども隠してもしょうがないんでねこれは言っておきましょう。さあそして最後ちょっとおまけなんですけども情報発信に関してなんですけどもね あの世の中には日本語ってものがありましてこの日本語は基本的に日本人しか使わない1億人しか扱えない言葉ですだから日本語で発信しても1億人しかそれを受け取る可能性がないんですよでも英語って25億人が世界で使ってますおおよそ地球をぐるっと回って英語を使わない国っていうのはないんですよね25億人が使ってるんですよつまりは英語の情報っていうのは日本語の情報に比べて25倍の量と質を持ってるんですよ ということは YouTube でアクセスを稼ごうと思ったら英語で発信をすると可能性は一気に飛躍的に伸びる25倍になるってことなんですよね。これ単純にわかりますよねこれね。じゃあ中国の方がねなんでアクセスが高いかっていうと中国語で喋ってるから中国人民14億人にリリースするんですよ。日本語で喋るとマックスで1億人ですから。だからアクセスで日本語を使ってる限りはなかなかねなかなか世界的には不利だなというところですよね。 その中で英語で日本のこの和菓子をね紹介するコーナーっていうのはきっとアクセスが伸びやすくっておこれいけるなと感じると思うんですよ、うん、ただし英語の情報を受け取ってる人も日本語の情報を受け取ってる人に比べて25倍あるわけですからそれだけ大きなマーケットにはライバルの数も多いよねってことになるってことなのかなと思いますまあでもね私は英語のタグをつけることうんやっぱおすすめしますよ 私はもうやらなくなりましたけどもねアクセスを稼ぎたいんだったら英語でキーワードをちょっとねタイトルタグに入れとくとかあとなんですかねあの動画概要欄にハッシュタグで入れとくとかそういったことが、まあ、テクニックとしてあるのかなと思いますはいじゃあ気になるところ125話は以上のような形でまとめさせていただきました意味はなくても意思はある、ね、やってみなきゃわかんないからやる人とやってみなきゃわかんないからやらない人 ここで差ができるんじゃないかなってことその他お伝えしました。タカさん、じゃあ126話もよろしくお願いします。